るし、吉本興業入ってんな。はい、じゃあ開始していきます。リッキー、キャノン、レッツ深呼吸。こんにちは。こんにちは。はい、今日は9月26日火曜日の6時を回りました。皆さんね、深呼吸やってますか？もう1週間火曜日に来ないと、あ、やってなかったっていう風になってないか？深呼吸忘れずに、健康のためにも、ちょっとイラッとした時でも気分転換にね、いいので深呼吸しましょうね。はい、ってことで、今月ももう最後のね、放送になりましたけど、まあ皆さんお待たせしました。なんと4年ぶりに宜野湾市羽衣祭り、今週末から開催です。9月30日土曜日、10月1日日曜日、はい、月をまたぐっても珍しいな。なかなか珍しいですよね。ね、はい、いや、羽衣祭りやっとですよ。いや、あのね、ちょっと羽衣祭り、もう久しぶりなんでね、皆さんどういうものかっていうのを簡単にね、ご案内しておきましょうね。第46回宜野湾羽衣祭りの開催ですね。9月30日土曜日のから、10月1日日曜日で、プログラム的なものがですね、9月30日の土曜日は、まあさまざまな、プログラムありますけど、ちびっこエイサーとかですね、まあ、宜野湾市商工会青年部とか、あと羽衣レディの引き継ぎ式とかね。で、まあ、メインはまた羽衣エキサイティングステージがですね、特設ステージでありまして、まあ、これは夕方の、6時20分からですね、ラウドスピーカー出演者、あとブルーブルーブルーで、ラストが木山商店。木山商店めっちゃ盛り上がるね、これね。で、まあ 毎回ね、羽衣祭り2日とも花火があるんですけど、実は9月30日土曜日は、花火の打ち上げはありません。なので花火をね、楽しみに行きたい方は10月1日日曜日のね、ラストに、まあビーチの、トレッカルビーチの出島からね、打ち上げられるんで8時半を予定してますということで、またあれだね、あの羽衣祭りに合わせてなんか、9月30日トロピカルビーチでもなんかイベントあるんでしょ。そうなんです。うん、どこだったかな、コカ・コーラ主催じゃなくて、でそこで、ジョニー・ギノワンのシングル、まあ、単独ライブっていうか、単独ライブっていうか、はい、ソロのねライブもあるみたい。おー、なので、若干会場はね離れてますけど、30日1日ね、楽しみましょう。もう出店もね出て、美味しいのもいっぱいありますしね。で、待ちに待ったまた可愛いお姉ちゃんたちがね、浴衣着て、これね見るのもやっぱりいいよね。この夏の独特の風物なんで、風物詩なんでね。で、駐車場がですね、アメリカエンジニアコーポレーションって言いまして、
若干、離れてますけど、まあ、あとインターネットでちょっと調べていただいて、2023羽衣祭りで出てきますので、であとスーパースポーツゼビオ、こちらも、駐車場になってますという形で、ぜひね羽衣祭りも皆さんで楽しみましょう。もちろん僕もね参加しますし、で FM ギリワンとしてもね、ブースを構えるんでしょ。はい、ね、土曜日の方に特番を放送しますので、土曜日だけ、はい、土曜日だけってことで、ね、FM ギノワンのブースにも遊びに来てくださいってことで、今日はねサーチ休みなんで、僕とキャン君とで、はい、若干ね難しい話するかもしれないけど、まあマニアックなお話ですね。マニアックなね、はい、眠なんだよみんないやでも僕はワクワクしかないですけどね。ねえ、いや、はい、僕らはすごい興味津々だからさ、はい、楽しみにしてんだけど、一般の方どうかなっていうのがね、はい、まあまあでも、知らないよりは知ってた方がいいので、あ、こういうのがあるんだとかね、はい、っていうだけでも、少しなんていうかな、まあ、将来に向けての明るい情報なんでね、聞いてほしいなと思いますね。はい、あとなんか、自主的なニュース的なものといえば何かあったっけな、まあ、大谷選手がホームランを取るかどうかっていうのねちょっと気になりますけど、今現在ア・リーグ地区で44本トップですけど、なんと誰ジーターだったが追い上げてきてるみたいね。はい、あ、そうなんです。あ、ジャッジか。あ、ジャッジじゃないですか、ね。ジャッジか。はい。ジャッジがね、もう一試合3ホーマーとかね、そんな感じで、確かね、大谷が44で、はい、ジャッジが35号かな、9本差で、あと6試合。ああ。でもあれだよ、一試合に3ホーマーっていうのを2回ぐらいやってんだよ最近。いやー、ちょっと怖いですね。怖いね。来てるよ。まあまあこういうハラハラドキドキがあってまた楽しみっていうのもあるからね、はい、なんとか逃げ切ってね欲しいですね、うん、初の日本人のホームラン王ということで、はい、楽しみにしたいと思います。まあ、ここのところなんていうかな、沖縄でもバスケットのワールドカップがあったりとか、引き続きラグビーがあったりとかで、バレーボールがね、バレーボール惜しかったな女子な、もうちょっとでパリオリンピック出場だったのにちょっと残念でしたね、フルセットまで行ったんだけど、ということでまだまだねいろいろ水泳やらなんか卓球とかね、スポーツ三昧、まあ、さすがスポーツの秋っていう感じで、若干気温もね、秋めいてきてますし、この FM ギノワンから、覗く東シナ海の夕日もねちょっとやっぱり日没が早くなったかなっていう感じも受けます。またインフルエンザとかねコロナもまだまたねちょっと流行ってるみたいなんで、特に東京あたりでインフルエンザすごい猛威をね振るってるみたいなんで、まあ旅行行かれる際とかね、出張行かれる際も気をつけてください。まあ飛行機とかねちょっと閉ざされたところではやっぱりマスクした方がいいかもしれないですね。ということで、なんか季節の変わり目って、体調不良になる方多いみたいなので、ね、この辺も気をつけていただきたいなと思います。それでは今日一日これからの1時間お付き合いよろしくお願いします。 FM ギノワン列深呼吸、この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑、沖縄一のビュースポットビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。まだ咳が出るな、もう雨で隠れる前に取りたいですね、おー、じゃんじゃん。
カレー食べたいな早く。あ、コーヒーも美味しそうですよね、うん、食べた？カレーまだ行ってないです。もうカレー大好きだからさ。僕も大好きなんですけど、僕が食べれる時間ってもう空いてないんですよね、うん、あのスパイスの香りが最高、うん、あ、いっくんこんばんは。じゅんじゅんさんもルービーで深呼吸してます。おお、いいね。ルービータイムいいね。俺も帰ったら今日は僕の好きなおつまみが待ってるので。おお、もう見えなくなった。あの雨で隠れちゃいました。雨がどんどん太陽の西側に今移動してたので、あっという間にもう来月10月か、来週から、11時にあと3ヶ月。わお。今年のハロウィンは渋谷に来ないでって言ってるじゃん、渋谷区長とか。はい。なんか若者聞かないよね。まあ。行って行ってって感じで勢いで行っちゃいますね。はい、イベントやるお店もあるはずですから、ね、なんかさ、やっぱりマナーの悪い外国人が渋谷にたむろしてさ、はい、もうなんか空き缶とか空き瓶を捨て放題、タバコの吸い殻もポイ捨て、なんかあれ嫌だな。もっとやっぱり日本も厳しくしないとね、条例でさ、はい、それこそまあ逮捕はしなくてもいいけど罰金とかね、うん、どこだっけね、なんとかくはあの歩きタバコとかでも罰金取ってからもうほとんどねいなくなったみたいね。そうですね、うん、だってお金払わんといけないからさ、タバコ代以上の罰金いくらやったかな、1000円か2000円だったと思う。みんなパイプにすればいい、捨てないですよ。そういう罰金制にしてさ、外で飲んだら、うん、あれ大変だよ本当に、清掃活動とか、はい、ポイ捨て本当にあれですよ。しかも外国人が私有地に入ってからバーッて汚してさ、最悪だよね。サイト。
はい、どうぞ。はい、どうも、レッツコクお届けしてます。今日はですね、サチが、東京に行ってまして、今週もしかしたら来週まで休みかもしれないんですけど、まあそうだね、じゃあもう羽衣祭りは参加しないってことだね、サチはね。っていうことで、今日はね、今日も多分来週も、キャン君と小難しい話になるかもしれないですけど、はい、まあなんていうかな、まあいろんな技術発展、再生エネルギーとかね、まあ、EV 時代とかもうものすごい勢いで世の中変化してきてるんだけど、今日は、まあ、そういうエネルギー関係のね話題で、この話ついてこれるかな、まあ、俺もいまいち、よく理解できてないところもあるんだけど、まあ、かいつまみながら、まあ、キャン君の方がねこういうなんか詳しいらしいので、はい、まず何から話しようかな。まあ、核融合出た発電、核融合発電ってどういうもの？核融合発電っていうのは、うん、今ある核っていうこの核分裂方式 の、うん、核発電所とは全く違った方式を利用しまして、うん、今ある、まあ、原子力発電所っていうのはですね、核分裂の力を使うんですよ、うん、これはもともと崩壊していく、まあ、核的に崩壊していく物質を、まあ、燃料棒として固めて、うん、それを一緒にこう水の中に沈めてですね、うん、お互いが崩壊していくときに熱を発生させるんですね、うんうん、その熱を利用して水をこうバーって沸騰させてタービンを回して発電しましょうっていうのが核、まあ、原子力発電所なんですよ、うん、でも核融合炉っていうのはまた全然違った方式で、そうだね、核がついてるんだけど全く違うんだよね、はい、うん、同じ核って言葉ついてますけど、うん、全然全く違って、これが本当に非常に困難なんですよ、うん、っていうのも今有力視されているこの核融合を起こすための燃料として使うものが水素なんですよね、うん、重水素と三重水素というものがありまして、うん、これは水素の放射性同位体です、うん、なんかヘリウムっていうのもあるけど、あれは何なのかな。ヘリウム3とかそういうのも使えはするんですけど、うん、今基本的には重水素と三重水素を利用してこれ核融合を起こします。するとその時に熱とヘリウムと中性子が発生するんですよ、うん、ポンって。でこの反応を繰り返すことによって膨大なエネルギーが出るという、そういった状態を作ろうっていう実験なんですけど、うん、これがまあ難しいんですよね、うん、なぜかっていうと重水素と三重水素を入れたガスをプラズマ化しないといけないです。このプラズマ化が分からないんじゃない、またね。そうなんです。プラズマっていうのはどういうことかっていうと、プラズマっていうのは気体よりももっと高温になった時に取る物質の振る舞いですね、うん、物質っていうのは、まあ、皆さんがよく理科の授業で聞いた物質の振る舞いっていうのは固体、液体、気体だと思うんですけど、うん、実はそれよりも上と下があるんですよ、うん、固体の下はボーサインシュタイン凝縮っていうものがありまして、あらあら、わからんねこれまた。これは固体、まあ、これどういうものかっていうと、うん、物質って全部原子と電子でできてるじゃないですか、うん、原子でできてるんですけど、うん、原子核の周りを回ってる電子とかがすごく動いたり振動したりとかして熱を発生すると熱を与えるとエネルギーを持つので動きが活発になるんですね、うん、でこの防災凝縮っていうのはあまりにも冷やしすぎたために動きが止まった状態です、うん、その細かい電子とか、まあ、原子の状態がだからすごい凝縮してますよ。固体よりももっと硬いですよ。もっと凝縮してます。動いてないですっていう状態です。でこれがその1個上、冷えた状態で固体になるっていうのは、その物質が流動しない、凝縮して固まってる状態、結晶を作っているとかっていうので固体っていうこの形が保たれるんですね。うん、まだ難しいだろうね多分ね。その次、水ってじゃあなんであんなに流れるかっていうと、うん、水は一応物質として手に触れられる状態ではありますけど、うんうん、これ今度この
凝縮してた分子同士がバラバラになってきて少し自由に動けるようになるんです。分子がバラバラになって動けると水のような振る舞いをするんですね。サラサラと流れていったりちょっと形が崩れたり、うん、固体から変わって、ひふみさんがそれがそこにある状態ってことかってよくわかんないけどまあ一応そのこの今度まあ水の上もっと熱を与えると今度気体になりますよね、うん、気体になったらこれ完全にこの分子がバラバラになってそれぞれファーって外の空気中にこう、うんうん、ね、動き出すような状態、あの沸騰したあの湯気みたいな感じだよね。そうですそうですそうです、うん、で今まだ分子の状態です、うん、こっからですねもっと熱を与えていくとそれをプラズマって読むんですけど、電子とかもこの原子から飛び出して動いちゃう状態がプラズマって言うんですよ。わかりましたか皆さんでこの電子とかが飛び交う状態になるとじゃあ何が起こるのか、うん、そうなんです、さっき言った重水素と三重水素が自由に動き回ってるんで衝突しちゃうんですよね、うん、これを、まあ、人間の力で、まあ、安定してそういうあの状態を作りましょうっていうのが核融合発電所なんですよ。ああ高尾さんが電子レンジの中の感じですか。そうですそうです、電子レンジに近いですね。うん、電子レンジはでも、電磁波であれもぶつかり合ってあの温めるんでしょ。あれは電磁波でやりますね、うんうん、核融合炉の場合は、温めるんですけど、まあ、本当に大きい電子レンジって思っていただいた方が分かりやすいかもしれないです。ただそれを超高温にしないといけないので、まあ、それなりの設備が必要だったりいろんな方式が今考えられている中で3つの有力な今方式がなんとどれももしかしたら実現できそうじゃないかっていうレベルまでちょっと今研究が進んでます。この3つの方式の中で、まあ、アメリカがすでにやっているものとか、はい、で日本がやろうとしているものとか、はい、いろいろ違うんだよね、違いがあるんだよね、はい、うん、まずアメリカが進めているものはレーザー核融合というもの。ああ言ったね、はい、はいはい、まあ、やっぱり熱を与えるって言ったらレーザーって手っ取り早いじゃないですか、うん、そうなの。光ものすごく強い出力も出しやすいですし、レーザー光線とか、そうですそうです、中性子をレーザー照射するとか、うん、戦艦ヤマトのあれみたいなもんだな。そうですそうです本当にもうそんなイメージでいいと思いますまあでもだからこそアメリカはじゃあこれでこうプラズマを作って、うん、そこから与えたエネルギー以上のエネルギーが抽出できるならこれでじゃあ発電ができるんじゃないかっていうのに、まあ、研究してて、なんとこれがですね投入したエネルギーよりも発生するエネルギーの方が去年超えたんです。投入って投入じゃないよな、いえ飲む投入じゃないですよあこの高尾さん波動ね、はい、波動法ね、エネルギーを注ぎ込んだ、うん、注ぎ込んだエネルギーよりも、うん、多くのエネルギーが返ってきた、うん、だからエネルギーが多く返ってくるってことはこれはオーバーしてるのでちゃんと核融合が起きましたよね、だこの熱エネルギーを使って発電できるんじゃないですかっていうところまで来たんです。ほう、まだね難しい人もいると思うよね。でもあれだよね、まあ簡単に言えばその核融合発電ができれば将来的に電気代がタダになるっていう噂聞いたけど、コストがめちゃくちゃ安いんですよ。うん、っていうのも海水から燃料取れるんですねそこら中になるじゃん、はい、うん、でその重水素三重水素っていうのは水素 の, 放射性同位体って言ったんですけど、うん、まあこれ重水素三重水素って日本語なんですよ、うん、これ英語にすると、うん、ダブチウムトリチウムなんです。おお、トリチウム聞いた覚えありません？今流行ってたやつ、流行ってるやつね、はい要はあれ燃料なんですよ核融合炉の、うん、日本大量に燃料を持ってるんです。なるほど、はい、ということで、まあ、それを効率よく使うことによって核融合、まあ、特に核融合の時に得られるエネルギーっていうのは投入、まあ、本当に導入したエネルギー以上に相当膨大なエネルギーを抽出できるので本当に少量の燃料で膨大な熱エネルギーで電気を起こして、で核融合反応の場合あんまり数が出ないんですよ。何が出ない？ゴミがあんまり出ないんです。あさっき言ったようにヘリウムと中性子が飛び出すって言ったじゃないですか。だから核廃棄物みたいなものが出てこないんですよあんまり、うん、
それも出てきたとしてもかなり少量に抑えきれるんです、うん、じゃあひふみさんが言ってる核融合発電っていうのは他に危険性っていうのは全くないの？まあ一つ考えられるとしたら、うん、それが暴走した時に、うん、まあ、すごいわーって言って爆発しちゃったりとかって皆さん想像すると思うんですけど、うんうん、まずそのプラズマの状態維持するのすっごく難しいんですよ、うん、だからもし何かあったらシャットダウンするとフンって止まっちゃうんですね。だからものすごく安全と言われてます。うん、なんかね、YouTube でホリエモンがさ、はい、フランスまで行ってすっごいこのプラントっていうかその核融合発電の、はい、もう日本がねもう、国家事業として、はい、もう2兆5000億を投入して作ってるのがフランスの山奥にあるって、はい、だから、まあ日本ではもうその規模の、まあ、こういう新しい新エネルギーの開発っていうのは、まあ、できないからフランスでやってるって聞いたけど、はい、あれなんか太陽を作るって言ってたよ、人工太陽。そうです、人工太陽、まあ、要はプラズマっていうのは太陽の状態なんですよ、うん、だから地球の中に太陽を持ってこようとしてるんですね。ねえ、太陽を人工的に作るんだよね。はい、太陽があれば、うん、そりゃ膨大なエネルギーを人類が活用することができるわけです。そうだよね、ソーラーパネルどころじゃないな。はい、ソーラーパネルって間接的に取ってるじゃないですか、うん、だから熱効率すごく悪いんですね、うん、だから電気作るときにものすごく、この効率が悪いので、あのメガソーラーみたいな感じでいっぱいバーって作らないと電力に変えられないんですけど、直接そこから熱エネルギー取り出すことさえできれば、うん、まあ、膨大な、電気を作ること可能なんですよね、はあ、だからそれこそ電気の値段がもう本当にゼロ円みたいになる時代が来ます。それいつ頃実現できそうなの？2050年目標って言われてますね。ああ生きてるかな。トカマク方式って、まあ先ほどフランスでって言われたのはおそらくトカマク方式だと思うんですけど、うん、トカマク方式は今大型の実験設備が作られてる状態で、うん、まあ、最近ちょっと試験運用前にちょっと問題が見つかりまして、うんうん、一旦今休止してる状態ではあるんですけど、うん、まあ、おそらくこれは実現可能なところまで来てるんじゃないかと。大型の実験設備が今作られるぐらいの状態になってます。フランスでやってるのはあれじゃないの、日本がやってるのはヘリカル方式ってやつじゃない、ヘリカル型。フランスの方はヘリカルでしたっけ。うん、確かヘリカルの方は、さっき言ったトカマクとヘリカルってあるんですけど、うん、トカマクっていうのはドーナツ状にプラズマを作ってそこから熱エネルギーを取り出すっていう方式なんですよ、うん、でヘリカルも似てるんですけど、ヘリカルはそれをちょっとねじれさせてもっと効率的にみたいね、はい、なんか初めからその、うん、プラズマをねじらせてどこうとかってね、はい、それが効率がいいとかっていうレーザーよりもね、はい、効率がいいのと、うん、あと安定させやすいんじゃないかっていうことで研究されてるんです。おだから、まあ、トカマクの応用型ですね、うん、キャスパル兄さん歌舞伎町からこんばんちはね、こんばんこんばんはでち歌舞伎町ね、いいね。お全然行ってないけど俺しばらく僕行ったことがないんで。あそう、はい、最近ね新しいなんかビルができて、はい、その中になんか楽しそうな居酒屋とかさいろんなのが入ってて、まあ、上はホテルだったかな、なんか新しいのができてるよまた。めっちゃ気になるそれ。ちょっと行ってみたいですね。なんていうかな、恵比寿市場とかさ、なんとか、のれん街とかあるじゃん、旧三越でやってるのとか、はい、ああいうのを手掛けた人がそれをやってるらしいんだよね。へえ。あ、駒劇場の後かな、歌舞伎町、歌舞伎タワー、あ歌舞伎町タワー、まあそれかもしれない。なんか